ブレイブハート、ブレイブハート、現代、ブレイブハートは、1995年のアメリカ映画、メル・ギブソン主演、監督、スコットランドの独立のために戦った、実在の人物ウィリアム・ウォレスの生涯を描いた、歴史映画である。1996年の第68回アカデミー賞において、アカデミー作品賞、アカデミー監督賞、アカデミー音響効果賞、 アカデミーメイクアップ賞、アカデミー撮影賞の小部門を受賞した。13世紀末のスコットランド、残虐で冷酷なイングランド王エドワード一世の侵略によって家族を殺害されるも難を逃れたウィリアム・ウォレス。成人して彼は故郷に戻り、そこで幼馴染みのミューロンと恋に落ち、結婚する。しかし彼女はイングランド兵の手によって殺害される。ウォレスは 復讐を決意、圧政に苦しむスコットランドの民衆の支持もあり、抵抗運動は熱を帯びていく。ウォレス率いる反乱軍は、連勝を重ね、逆にイングランド領のヨークを占領し、エドワードの老いを殺害するまでに至る。ウォレスはこれを独立の後期として、スコットランドの多い継承者と目される、ロバートザ・ブルースをはじめとする支配者層にも放棄を促す。だが、 権益を保持したい貴族たちは土壇場で、ウォレスを裏切り、反乱軍は大敗を起死する。辛くも生き延びたウォレスは行方をくらまし、各地でゲリラ戦を展開、イングランドに協力的な貴族を殺害するなど、抵抗を続けた。数年後、ロバートの父の暴略によってウォレスは遂に捕らえられ、イングランドに引き渡される。反逆のトがで死刑を宣告されても、なお、 エドワードへの心中を拒むウォレスの意志は変わらなかった。ロンドンで行われた公開処刑は死死を折られ、内臓をえぐり出されるという精算なものだった。イングランドの民衆はどれほどの恥かしめを受けようとも、屈しないウォレスの勇気に心を打たれ、慈悲をこうに至る。首を切り落とされる間際まで、祖国の自由を叫びながらウォレスは、生き耐える。ウォレスの死後。 バノックバーンでイングランド軍と対峙したロバートは、そこで、ウォレスの意志を受け継ぐ決意を示し、共に戦おうと民衆に呼びかけた。ウォレスの形見のクレーモアが見守る中、ロバートに率いられた、スコットランドの勇士たちは、果敢に戦い、自由を勝ち取った。二十世紀、フォックスホームエンターテイメントジャパンより、二千十八年十一月三日、発売の四ケーブルトライ一 1D ブルーレイ。 ブルーレイディスクに全2種類の吹き替え版を収録。政治評論家たちの中には、この映画が1990年代半ばから終わりにかけて盛り上がったイギリスからの独立をめぐるスコットランド独立運動の政治的な展望に影響を与えたと主張する者もいる。この映画はイングランドによるスコットランド支配の感情的な側面をよく描き出している。その情景は 1980年代から1990年代にかけてのスコットランドにおける保守党政権の不人気と関連し考えられた。また、スコットランドにおけるナショナリズム感情の高まりに寄与し、1997年の総選挙の結果に影響を与えたという説もある。1997年の総選挙において、スコットランドにおける会員72議席のうち3、 議席を有していたスコットランド国民党、SNP、スコティッシュ、ナショナルパーティは6議席を獲得し、勢力を倍増させた。また、総選挙における労働党の勝利が、スコットランド議会の設置を問う1997年9月11日の住民投票につながった。1997年には、メル・ディブソンの姿を、ウィリアム・ウォレスとして、 片切った12トンの砂岩による彫像が、スコットランドスターリングの近くのナショナルウォレスモニュメントの駐車場前に設置された。映画自体と同様に、ブレイブハートのサウンドトラックも大きなセールスを記録している。サウンドトラックは、エイリアン2、1986年、アポロ13、1995年、タイタニック、1997年、スターリングラード、 2001年を手掛けている作曲家ジェームズ・ホーナーによって制作されたロンドン公共楽団の演奏による作曲された楽曲はスコットランド音楽とケルト音楽を統合したものとして捉えられている1997年には続編が発売されたインターナショナル版及びフランス版が発売されているオリジナルアルバムは77分の演奏が 収められており、それぞれが映画の象徴的なシーンから撮られている。メインテーマをトランスミュージシャンの DJ サキンがリミックスしたプロテクトアマインドがドイツのチャートで3位、イギリスのチャートで4位を記録した。日本版はブレイブハートオリジナルサウンドトラックとしてユニバーサルから1995年9月25日に発売された。曲名も翻訳されている。 以下に挙げるのは原曲名である。続編的なアルバムで実際の映画から多くの語りが収められ物語性が増している。日本版は More Music From Brave Heart としてユニバーサルから1998年5月13日に発売された。曲名は翻訳されているが語りの大役は付属していない。以下に挙げるのは原曲名である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。